怖かったです。でもトップロープの気持ちは痛かった。受けれてよかった。一生のうちで一回だけ受けれてよかった。一つだけ負けちゃったけど言っとく。ブルちゃん、あんたまだ死ぬのは早すぎるんじゃないのか。 あんたが引っ張っていかなきゃいけないじゃないのか、女子プロレスを。そうしないとこっちはやめてらんないんだよ。お前がしっかりしてくれればもっともり上がるんだから。絶対やめさせない。どんなことあってもやめさせないからな。ありがとう。 志子さん、志子さんこそ死ぬのまだ早いですよ。志子さんが赤コーナー立ってる時一番似合ってましたから、またこの元気でありたいですね。 リラックスはないですよ。リラックスないし、なんかさっきも言ったんだけど、横浜は楽しかった、すごく楽しかったですけど、垂れてた後っていうのは容赦なく難しさが襲ってきて、頭の中でこう一生懸命考えるんですよ。ああでもね、こうでもないって。だからなんだって一瞬は楽しいです。 2回目から難しかったですね。失敗してやるんですけど、でもまあそれは大いに見てください。ちょっと時あのスリーパーやりましたよね、やっぱりああいう関節。
スターの写真なんかそういう落ちたよみたいな。うん、落とせるかなと思ったんですけどね、決まってないですよ。やっぱりそれだけ離れてますからね、すぐにそれが全部フィットして決まるっていうことはできないし、噂に聞いてた通り、あのキロ順は切るときつかった。やっぱり一回受けてみたいっていう気持ちからっていうかね、まあリングに上がるまではそう思ってなかったけど、リングに上がった時にはそのギロチンっていうのが死ぬぞってみんな言ってたから、じゃあどんなもんかなって好奇心があったんです。だから受けてみて、怖いすごい技ですよ。でも自分はあの辞めたのにもかかわらず受けれて一番幸せだなと思ったし、あとはあのすごくブルちゃん愛おしく思えちゃったの、愛おしくて惚れ切っちゃったような気がしちゃって、まだ頑張ってほしいなって思ったんで。でもね、とりあえず今日は2連発申し訳ありませんでした、2連発ですけどね、ちょっとゆっくりお風呂にでも浸かろうかなと思います。もっと前の試合にしてくれればよかったのに、後ろの方だからプレッシャーかかっちゃって。難しかったでしょ今日、難しいっていうことを自分が肌で感じた時に、あかんって。もうそんなみんなね、そうやって早いんじゃないですかって言ってくれるのはすごい嬉しいんですよ。ただやっぱり今一生懸命役者やってますから、生まれ変わればまた戦います。その生まれ変わる日はまたいつか来ますからね、その時には一生懸命やらせてもらいますし、今はとりあえず申し訳なかったとしか頭の中浮かばないです。泣けちゃうほど愛おしくなるって分かります？体験が。それだけでも今日は収穫です。私女優ですから、顔に傷つけられちゃって、これブーちゃんに悪いけど責任を取ってもらおうかと思うんですよ。悪いけど私の代わりにラブシーンやってもらったりとかね、やってもらおうかなって。聞いてませんからね、女子プレスラーみんな裏切り者、聞いてないことバン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 やるでしょ。またゆっくり皆さんとお話できるですね。とりあえずよかった、安心した。もうできないかと思ったの、今日はボルちゃんにしてやられました。そんだけ厳しいということです、現実が。もう自分は甘えませんから。よし